はい皇、えー、室の件、ちょっといろいろコメント来たので、えー、読んでいこうかなと思うんですけど、はいマイクボさん、こんにちは、眞、えー、子さんがかわいそう、とんでもない、ひも男に騙された世間知らずのおバカなお,ひお姫様ですよということなんですけど、おバカなお姫様はちょっとひどいなと思いますね、僕は。 愛は自由でいいというのは、欧州の事情を知らない連中の西欧的な価値観に過ぎない、自ら招いたストレスですよということなんですけど、KK のことは国民がみんな心配して言ってるんですよということみたいですね。僕が父ならあんないい加減な男との結婚なんて認めないでしょうねということですね。うん。はい。 えっと、母親の元婚約者から金銭的な援助をしてもらって、学生時代はアルバイトしてお金を稼ぐ辛さも知らず、もらったもんだから返す必要がないんだの、小室文章なる膨大な文章を作って、あんなもの僕なら A4 サイズで1枚で十分ですよということみたいです。僕の部下なら決定的に不合格ですねということらしいですね。役立たず、でもブランドだけにはこだわるんだ。精神的な 成人式の記念写真を撮りに、帝国ホテルへ行き、婚約者さんは一緒に撮るものと思ってい,思っていたのが、本人と母子だけ、その時の婚約者さんの軸じ,じたる思い、僕は気の,の気の毒に思いますということですね。それも婚約者さんからも、えー、もらったピカピカの靴を履いてね、おまけに元婚約者さんはアシー君に使われているんですよ。 僕なら悔しくて悔しくて口惜しいと思います。ということで、カブ君でもそう思うと思いますよということですね。うん。あんま僕気にしないですね。まあ、あれなんですけど、カブ君長らく日本を離れているから実態がわからないでしょう。まあ、確かにそれもあると思うんですけど、欧州の連中の価値観に惑わされずにもっと勉強してください。そうですね、勉強はね、足りてないのは確かなんですけど、日本には日本の流儀があります。 僕が歌舞伎君にこんなきついことを言うのは、えまず稀だと思いますがね、お許しください。でも、議論ならいくらでもしますよということなんですけど、天皇陛下の前に出てはいけないなんて当然でしょうということなんですが、これね、あのー、雅子さがね、なんかふ、党、えー、が天皇の前に出るのが駄目ということらしいですね。うん。まあ、日本、あの、人が普通の人かということじゃないですね。うん。えー、英語で言えば、アンプロワイエなんですよ。 奥さんなんて言ってはいけない。失礼です。皇后陛下ですよ。えー、ワイフじゃなくて、えー、ヘアマジスティで言わんといかん。カブ君なら、国王の一歩前に出られますかという、あ、あの、僕とかじゃなくて、一般人じゃなくて、夫婦のことですね。はい。えー、愛子さまの女性天皇は、皇室皇,室皇宝天なんてないよ。皇室鉄板だよ。いい加減なことを戒過尻で言ってはいけない。 え憲法で規定されているのは、天皇は国民統合の象徴であるということで、国民の総意に基づくだけですよ。改正するなら皇室鉄板ですよ。え可能性として残されているのは、元皇族の旧,旧,旧家から養子を入れることぐらいでしょう。えストーカーは王子の方がパパラッチがひどいじゃないですか。え大穴器の死もしかり。 かわいそうなのは一生懸命心配してあげた日本国民ですよということみたいです。えー、離婚沙汰になるまで気がつかないんだろうけどねということなんですけど、今度ばかりは叱りよくということですね。はい。ということなんですが、はい。これについて、まあ、おばかなお姫さんはちょっと僕もひどいかなってね、ちょっと思うんですけど、うん。はい。えー、そして、レモンみかんさん、よろしくお願いします。えと、ー、 おはようございます。株君、女性天皇は憲法で認められていますよ。いかに誘導な女性天皇でも一代限りです。女系天皇は認められていません。えー、現在、男系男子の継続で126代まで来ています、えー。天皇継続にふさわしいお方が見当たらなければ、遠い血統の系譜まで遡ることも歴史上にはありました。 えー、KK のバッシングは凄まじかったですが、これは KK の母親に問題が発覚し、えー、大事な眞子さま様がそこへと嫁ぐのは大反対というバッシングでした。えー、K 夫妻はニューヨークに逃れて暮らしていますが、多少世の中が忘れています。えー、感染症、戦争など、時代の変わり目に来て忘れています。えー、K 夫妻のことで、えー、 グー秋篠宮の家父、教育が悪いようなバッシングはされていますが、被災と親王をお守りしなければなりません。愛子さまはあの品位と慈愛のオーラたるや、ちょっとおしゃべなところもあり、えー、再起輝き、非常に国民に敬愛されています、えー。婚姻のお相手候補はこのようにいらっしゃると思いますよ。 ということなんですが、ずいぶんベルギーとは違う報道がされてますね。一般人とは違う系状の正しいお相手だと思います。愛子さま、佳子さまともに皇室の補佐をなさっていていただきたいです。えー、そのためには変なやからのむこうさんとの婚姻はダメですということみたいですね。はい。で、これについて、毎窪さ様からレモンみかん様 こんにちは僕は珍しくカブ君に厳しいことを言ってしまいましたが、基本的にレモンミカンさんのおっしゃることに同意ですね。えっと、元グ、えー家の中には未婚の男子も複数いられるので、養子に入っていただくという手は残っていると思います。えー、愛子内親王のお相手はきっといると思います。 はるか昔には女帝がいなかったわけではありませんから、例えば、推古天皇など、とにかく KK のお母さんの写真を見たとき、うーん、これはと思いました。父親目線ですがね、KK もちゃんと勉強してる風でもありませんがね、悠仁親王お守りしなければならないのに同意ですということなんですけど、でも、ま子さま的には、まあ、その天皇家に生まれたくて生まれたわけじゃない気もするんで、なんて言うんだろう。 ももしもそうだととしたらううなのと思うんですよね、うん、だって自分がね生まれてここに生まれたくなかったって思ってたらそれがかわいさと思うんで、うん、はいそう思っちゃうと思いんそう,うん。なんかあのちゃんとしなければいけないっていうのはあれなんですけどただ生まれたくなくて生まれてしまってるっていうい可能性もあるんでちょっとなんかその。 なんで私ばかりやってね私こんなところに生まれたくなかったのにっていう感じだったらの可能性もあるんでうんなんかそんな気がしますねはいでしかも団結の歴史とかちょっとだけ、まあ、しちょっとなんか聞いたことあるんですけど普通に悪業とか働いてる人もいたんでまあ欲求でもいいんじゃないかと僕はちょっと思っちゃうんですけどねうんまああくまで僕の意見なんですけどはいまあそこはまあ勉強不足はたくさんあるのでまあはい えー、桜子さんどうもです。株くん、こんばんはかなということなんですけど、まだ外は明るいけど、日本の皇室は海外でも有名ですし、そして一番海外の方が不思議がっているのは、なんで女だということで、慶宮愛子内親王天皇、えー、内親王殿下は次の天皇になれないかということでそ、そこですね、僕もそれは不思議かなと思います。えー 海外の王室で王女が好意を継いでもいいことになっています。確かベルギーの王室も王女が王位を継いだことがあったような気がします。イギリスでもエリザベス女王が王位を継ぎましたよね。私は申し訳ないですが、ひさい様よりも、敬語愛子内心の天皇の方が天皇にふさわしいと思っています。えー、っと、僕もそうは思ってるんですけど、まあ、結構賛否両論が来てるかなっていう感じかなですね。うん。まあ、結構なんか、 これまで以上に賛否両論が激しい気がするんで、国民が尊敬しなくなる気がするんですよね。どうなんだろう。うん。はい。でも、えー、敬宮愛子、内親の天皇には、ふさわしいお相手と結婚して幸せになってほしいとも思っていますが、やはりなかなか難しい問題ですね。一層のこと、海外の王室の方と結婚された方が良いのかも。あー、なるほど。真子さんについては、手というより、 これは大宮一家でいいのかなえのことが私は好きではありませんということみたいですね。はい。まあ僕はちょっとそのこのとはちょっと分かりませんけど、まあ、愛子様のあのなんだ天皇は悪くないっすねっていう感じかなと思うんですけどね。はい。うん